さあ続いてはフィギュアスケート羽生選手の特集です。メダルには届かなかった北京オリンピックから4ヶ月、羽生選手が今思うこととは。3年ぶりに開催されている世界の一流スケーターが集う氷上の祭典、ファンタジーオンアイス。羽生結弦はこのアイスショーで北京オリンピック以来の演技を披露しています。そんな羽生選手に公演前、私佐久間が独占インタビューさせていただきました。ファンタジーオンアイス3年ぶりですけど、どんな思いを込めて演技されてますか？表現したいこととか、こだわり抜いていることとか、そういったものが言葉みたいな形で伝わらなくてもいいんで、演技の中のあこういうシーンあったなとか、ここ好きだったなって思ってもらえるような演技を作りたいなって常に思ってますね。今まで 120% だったのが、さらになんか 150% ぐらいの力を振り絞りながらやらせていただいてるなっていう感じでいます。2月に行われた北京オリンピックでは、3連覇への覚悟を4回転アクセルに宿すも転倒となり4位。あれから4ヶ月の月日が流れ、今思うこととは。皆さんの見る目が変わってよかったなって正直思ってます、今は。と言いますと？ソチオリンピックと平昌オリンピックと2連覇をしてて、なんかすごい完璧な人間みたいなイメージが強くあったのかなって。平昌オリンピックのあの生命のイメージとかが強いのであれば、北京オリンピックの羽生結弦は全然違う人物だったんだろうなっていう気がしてます。羽生結弦でもこういうことあるんだとか、夢に向かってめちゃくちゃ努力してきたその痕跡が見える中で、結局夢叶えられなかったっていう、なんかそういう泥臭さみたいなものを感じていただいたからこそ、応援してくれるっていう人もいるんですよね今。なんかそれが僕は嬉しかったなって思ってます。その点において僕はやっぱり北京オリンピック出てよかったなって思いますし、やっぱ幸せになれたなって思ってます。北京で痛めた右足の状態はまだ万全ではない中、羽生選手は先月末に行われた幕張公演で、譲れぬ夢への思いを演技に込めました。4回転半っていうジャンプに向けて、絶対にその夢を手に入れるんだっていう、なんか自分の決意表明じゃないですけど、もう一度夢をつかみに行く、そんな決意を込め、羽生選手は幕張公演でアクセルジャンプだけを組み込んだ演技を披露しました。揺れ動いてるように見えてるんですけど、芯の中にはちゃんと 4A に向けての強い信念があって、その軸は絶対にぶれないみたいなものを表現しようと思ってたんですけど、記者会見を開いていただいた時に、いや僕の4回転半はこれで満足ですみたいなことをちょっと言ってたんですけど、ダンスを独学で学んだりとか、いろんなことしてその視点が変わっていく中で、まだ4回転半いろいろ工夫できるなっていうのはちょっと思ってるんですよね。でやっぱり北京オリンピックで注射打ちながらだったからこそ、その火事場のバカ力みたいなものが、恐怖感のないアクセルが飛べたっていう状況の中で学べたことがかなりあるんですね。その学べたことをやっぱりもっと使っていきたいなって思いますし、やっぱり4回転半に向けては日々挑戦していきたいなっていう気持ちは強くあります。絶対降りたいなって思ってますね。もちろん人の、あの皆さんが見てる前で降りたいなっていう気持ちが強くあります。再び前を向く羽生選手に対し、最後にこんな質問をぶつけました。羽生選手が追い求める究極のスケートとは何ですか？なんかやっぱり芸術性は大事だと思うんですよ、やっぱり僕は音楽に乗せて滑ることがとても好きですし、僕は僕にしかできないステップだったりスピンだったりをやっぱり追い求めていきますし、でジャンプという点に関してももっともっと練習して、あやっぱ羽生結弦、今の羽生結弦が一番うまいなって、技術的にも今が一番うまいなって思ってもらえるように常に努力し続けたいなって思います。僕はアスリートなんで、やっぱりフィギュアスケートは芸術性も大事かもしれないですけど、間違いなくスポーツではあるので、そのスポーツである緊張感とかも、なんかアイスショーでも羽生結弦のフィギュアスケートから常に感じていただきたいなって思います。
アスリートとしての覚悟を胸に臨んだアイスショー。羽生は今回のために新たなプログラムを用意。体全体を使ったこれまでとは一味違う新境地の振り付けを取り入れるなど、全身全霊の滑りで詰めかけたファンを魅了しました。フィギュアスケーター羽生結弦、彼の挑戦はこれからも続きます。